私の名前は青野かなた。本屋の店員として働いている。あまり給料はいい方じゃないけど楽しいし、何より本が好きだし。ふぅ、大変だけど楽しいな。暇さえあれば本を読むほどだった。ある日友達の親子から知人を紹介したいと電話が来た。本屋で偶然あんたを見てさ、私友達だよって言ったらぜひ会いたいって。どう？へえ、まあ会ってみるだけなら。長年一緒にいるやこだし、悪い気もしなかったので軽い気持ちで OK した。連絡先を教えてもらい、土曜日に早速デートをすることに。はじめまして、こんにちは。どうも。見た感じ悪い人ではなさそう。今日はお茶を飲んで終わりと誘われていたので喫茶店に行ったのだが。早速だけど、お互いに年齢も年齢だし、結婚は考えてる？え？いきなりすぎてびっくりしてしまった。まあ、そりゃこの人とと思える相手と巡り会えたら結婚はしたいし、子供も産みたいと思ってますよ。うん、安心した。いきなりこんな質問してごめんね。実は。それから彼は過去の苦い恋愛話をしてきた。聞いてもいないのに。結婚する気で1年付き合ってプロポーズしようと指輪まで買って申し込んだら、その女性は結婚願望がなく、ただのボーイフレンドのつもりだったと言われたそうだ。それは気の毒に。だから余計に意識しちゃってね。その時は同情し、また会う約束をして別れた。突然妙なことを言われたものの、しっかり理由も話してくれたし、まだ様子見かなと思っていた。そして2度目のデート。君一人暮らししたことないの？え、そうですけど。と答えたら大きくため息をつかれた。社会人になって自分でお金稼いでても実家暮らしだったの？それは好ましくないな。私まだ会社勤め始めて1年目でして、というのも。と理由を説明しようとしたら、言葉がかぶるようにまくし立ててきた。え？君大学院行ってたわけじゃないよね？大学卒業してずっとブラブラしてるなんて恥ずかしくなかったの？親に生活の面倒見てもらって何やってたの？僕はそういう怠けた人嫌いだな。機関銃のように口を挟む暇もなく一方的に言われてしまった。いや、言い訳なしなし、ちゃんと正直に言いなよ。嘘つきは嫌いだよ。やばい、こいつあれな人だと脳が危険信号を出し始めた。人の話も聞かずに決めつけるなんてありえない。今日はもう帰ります。え、何何？図星だから怒っちゃったの？よくないよ。人がせっかく厳しいこと言ってあげてるのに、そうやって逃げ続けてきたの？あなたとは会わないみたいです。もう会いたくありません。さよなら。私も彼の言っていることを無視してダッシュで家に帰った。スマホには鬼のような着信と LINE が入っているが、見ずに着信拒否。付き合う前で本当に良かったと安心した。就職が遅かったのは、大学在学中に母親が脳一血で倒れ介護が必要だったからだ。父が仕事辞めるわけにはいかないし、私は一人っ子だし。大学だけはちゃんと出ろって父に言われて、介護サービスとか使いながら卒業まではこぎつけたけど、やっぱり他人と私じゃ母の表情が違うし、気も使うだろうし、あまりいいヘルパーさんに当たらなかったという不運もあった。卒業後は私がずっと介護やっており、当然ながら家事も全て任せられた。なので彼氏作る暇なんてなかった。仕事なんてもちろん無理だ。父は私たちのために働いて、私は介護をして。疲弊しきっていた頃に母が亡くなってしまった。一周忌に納骨を終えてから就職したのが28の時。別に親に甘えて遊んで暮らしていたわけじゃない。それをことさら自分からアピールするつもりはないが、人にはいろんな事情があるのに、相手に聞きもせず確認もせず、一方的に恥ずかしいだの怠け者だのと決めつけるような失礼な人はごめんだ。数日後、事情を聞いたらしくて謝りたいと友達経由で伝えられた。ごめんね、あんな失礼なやつだと思わなくて。あんたのこと介護も含めて言ったらめちゃくちゃ謝りたいって。ううん、会いたくない。普通に無理。よかったら交際を続行してほしいとか言ってたけど、かなり無理なタイプだよあんなの。ヤコは最後まで謝ってくれた。きっと友達という面ではいい人なんだろうけど、あんなに思い込みでまくし立てられたらいい気分になんかならない。早く忘れたいな。そう願っていたのもつかの間、彼が私が働いている本屋にやってきたのだ。そりゃそうだよね。本屋で見かけたから気に入ったと言われたんだもの。ねえ、悪かったよ。機嫌直してよ。今仕事中ですので、というかもう会わないと言ったはずですが。介護なんて知らなかったんだよ。人の話聞かないあなたが無理です。
現に今だって仕事中なのに話しかけておかしいでしょ。彼はうなだれて一旦は帰ったものの、定時上がりを見計らってまたやってきた。もう一回だけ話し合おう。二人きりは嫌なんで友人呼びますね。どこまでも話を聞かない人なんだなとうんざり、ヤコに電話をかけすぐに来てもらった。ちょっとあんた、もう会うなって私も言ったでしょ。でも誤解されたままじゃ。とりあえずファミレスにでも入りましょう。お店の迷惑になりますから。近くのファミレスに向かい話し合いをすることになった。彼は申し訳なさそうな顔をしていたものの、強引さは変わってなくて、とてもじゃないが付き合う気になんてなれない。まずはごめんなさい。俺はてっきり遊んで暮らしてたと思ってたから。私の話を聞こうともしませんでしたよね。その時点で無理でした。それはこう、なんか言葉が止まらなくて。思い込みでよくあんなことまで言えるわよね。前の彼女さんもそれが嫌だったんでしょ。ヤコの言葉に彼はドキッとしていた。多分図星だったのだろう。それは違うよ。勝手なこと言わないでくれよ。あっちが悪くて。それは、あらそう、思い込みで言っちゃった。あなたと同じようにね。やり返されて何とも言えない苦虫を噛んだような顔をする敦彦。私も負けじと言いたいことを言うことにした。私がもう会いたくないのにこうやって来たり、なんで自分の意見だけ通そうとするんですか。誤解を解きたくて。私の事情を聞かずに責め立てて、私は嫌な思いをしたのに、謝ったらなんで付き合えると思うんですか。普通に話を聞かない人なんて無理ですよ。でもこれから悪いところは直すし。いや、前の彼女さんと別れた時点で直すべきでしょ。今からじゃ遅すぎ。待って。なのでもう関わってこないでくださいね。はっきりそう言ってコーヒー代だけ置いてヤコとファミレスを出た。ヤコはずっと責任を感じていたらしい。マジごめん。またなんか来たらすぐ連絡して。うん。そうならないことを願っていたが、彼は諦めずに何度も本屋に来るように。しかし私には話しかけず、とんでもないことをし始めたのだ。おい、あの店員態度悪いんだけど、すぐにやめさせろ。え？なんと私を名指ししてクレームを言うようになったのだ。困っている私を見てニヤニヤ。声が出てないし笑顔もない。お客様をバカにしてる。そんなことはありませんが。歩き方も良くない。仕草も気持ち悪い。きっと育ちが悪いんだ。それは俺が間違ってるっていうのか。俺はちゃんと見てるんだ。ああいうのは絶対少年が腐ってる。俺にはわかる。俺は常識があるからな。店中に聞こえるように大声で言うので迷惑極まりない。それも思い込みで結局何も変わっちゃいない。一応店長に彼とのことを話しておいたが、これだけ迷惑がかかるならやめてしまおうか、せっかく就職できたけどと考えるようになってしまった。だが店長は凛として言い返した。お客様、これ以上は他のお客様に迷惑です。お帰りいただいてもよろしいでしょうか。俺は客だぞ。いいえ、お客様ではありません。個人的な恨みから邪魔して営業妨害をしているだけです。これ以上うちの店員に何かするようなら警察呼びますよ。なんだよ。警察と言われてすごすご帰っていって安心したものの、私が帰る時になるとひょっこりまた現れた。お前のせいで恥かいた。やっぱり親の介護なんて嘘だろ。謝れ、この引きこもりニート。なんなの。さすがに私もブチギレ。あんたいつまでそうやって思い込みで話してんの。自分でもおかしいってわからない。あんたの思い込みなんて誰も聞いてて楽しくないし迷惑なんですけど。なんだと。ああだこうだ言ってるけど、あんたと付き合う女なんていないわよ。店長、警察呼んでください。おう。一緒に駅まで帰ろうと言ってくれて、待ってくれていた店長や同僚がさっと店から出てきてくれ、彼を取り押さえてくれた。すみません。その間にあっという間に警察が来て事情を聞いてくれた。ああ、またですか。え？どうやらこの人、何度か同じようなことをしているようだった。コンビニやスーパー、気に入った人に声をかけ、付き合ってくれと迫るのだと。今回は私の知り合いに偶然友人がいただけで、この人はところ構わず気に入った人に結婚を迫ったりしていたのだ。そんな人だったなんて。礼金になってるのに懲りませんね。俺は悪くない。結局そのまま彼は捕まった。付きまといとか他の人からもいろいろ被害届が出されていたみたい。これには友達も知らなくてびっくりしていた。マジで最悪な人を紹介しちゃってたんだ。ごめんね。大丈夫、過ぎたことだしね。
友人が普段何してるかなんてわからない、いつでも一緒にいるわけじゃないし仕方ないよと伝えておいた。思い込みが激しく、付き合うのが運命とか言っていろんな店の店員に話しかけてはつきまとい、最低の男だった。俺は結婚相手が欲しかっただけなんだ。そう泣いているらしいが、彼に会う人なんてなかなかいないだろう。しばらく塀の中らしいのでちょっと安心かなと思う。出てきたら彼の実家が田舎に連れて行ってくれるそうだ。私の方はまだまだ結婚相手なんて見つかりそうもない。就職して1年だし、しばらくは仕事をしっかりやらなきゃ。本当にごめん、今度おごらせて。そうだ、マチコンとか行こうよ。そりゃいい人に会えればいいけどさ、こればっかりはどうしようもない。まあその気になったら自分のペースで探そうかな、なんて思っている。ご視聴ありがとうございました。また見てね。